TC 楽器ではビデオ通話によるオンラインでのご相談も受け付けております。気になる商品がありましたらどこからでもお気軽にお問い合わせください。それよりも大事なのはどう作ってどう組むかだからこんにちは、手帳楽器の諏訪です。当店でもお世話になっている TS ファクトリーさん、なんか新しいギターができるということで、ちょっと工房に今日突撃しちゃおうかなと。失礼します。 TS ファクトリーの角田さんでございます。おはようございます。ここにあの制作途中の手宮工がありますけど、TA さんのオリジナルブランド、オリジナルギターもここで全部じゃあ一から作っているという。これがあると大体のことはできる。これはキッズギターから来たの。へー。奥さんギターの一時代を支えた機械がここに。歴史ある機械がここに。すごい。引き継がれているというか。TS さんのオリジナルギター、ベースシリーズですね。まあ、ここにもかかってて、多数モデル出してて。あとは当店で扱ってるエコー RRR シリーズとか、そういうのも TS さんの方で手がけてありますけども、この度新しいモデルが出るということで。そんな行々しいものじゃないですけど、はい。新しいギターを作ったという。新しい感じで。はい、若い人向けにできればなっていうのでちょっと進めたのがあるって感じです。というわけで TS ファクトリーさんのニューモデルというか最新モデル、新しいやつですね。これはモデル名は 151A のジュニアっていうジュニアにしましたね。この見た目いいですね。これを見たことないですけど初めてですか、もしかして。まあ、この形を作るのは初めてで、はいはい、基本的にこのレスポンススペシャルジュニアとテレキャスを混ぜるっていうのは、はい、もうすでにいろんなところがやってて、うんうん、で世界的に見ると DIY とか、はい、個人でやってる人とかは本当にレスポールスペシャルとかジュニアのシェイプで普通の手でネックつけてとか、はいはい、あとは海外のブランドでもこのシェイプで3対3のヘッドとか、うん、テレキャス寄りだったりスペシャル寄りだったりみたいな、はいはい、いろいろある中でまあまあ面白いからちょっとうちもやってみようかなと思って、一番最初はちゃんとそのスペシャルとかね、そのギブソンの形で作ったんだけど、ちょっとそれもちょっとつまんないから、一番オリジナルというかまあカスタムデザイン的なその形があったので、はいはい、それをまあ落とし込んでやって、一番最初は魔法ボディにテレネックみたいな感じで、はい、ボルトオンでメープルネックで刺してあって、コントロールアッセンブリーがテレキャスター、うん、でシェイプはねちょっとレスポールスペシャルを彷彿とさせる感じに仕上がってますけど、ね、これ色これすごいいい塩梅で、これでも TB イエローですか。そうですね、はいはい、この雰囲気をギブソンにちょっと寄せて、うん、フェンダーというよりはいわゆる TB イエローで、はいはいはい、黒の艶消しでヘッドも黒にしてるっていう。なるほどなるほど、ヘッドは黒っていうのは確かにレスポール、まあ、ギブソンっていう雰囲気をちょっと入れてみました、うん、すごいかっこいいな。まあ、これもいろいろやって45の厚さで最初マホで45でやったけど、ちょっといまいちな響きだったので42にして、軽量化とあとより響く感じにしたかったので、じゃあもうサウンド的なアプローチも結構試行錯誤をしながら詰めていったっていう、ね、はいはいはい。でまあクラシカルなものを作るわけではないので、まあこういうブリッジはこうカットされたやつを使ったりとか、そうですね、この演奏性の高いタイプですよね。サドルはまあ後藤のインチューンのブラスサドルを使ってなるべくオクターブがね合うようにしたりとか、でピックアップ自体は国内の工場に頼んで、まあ、こういう抵抗値でこのワイヤーで2、3パターン作って、それをまあちょっとこうつけるとそのモデルによって音の感じが変わるので、まあ、今回はこの魔法ボディのこのスタイルでプレーンエナメルのピックアップ、ワイヤーも42のプレーンエナメルを巻いてちょっと抵抗値は多めになるように設定してもらって作ったんですね。なるほどなるほど。それまあ楽器開発する上で今回はコンセプト的にどういうプレイヤーに使っていただきたいとか、まあ、基本的に自分たちで作るときは音を決めたいとかどう作るとかって正直あんま考えてなくて、はいはい、マホとテレネックで作ったらどうだろうとか、まあ、単純なことしか考えてなくて、うん、作ってるうちにまあ組み上げていくって感じなので、だピックアップも最終的にこれって決めてるんじゃなくて組んだ後につけてで特化引っかやって最終で決めていくっていう感じなので、はいはい、その音ありきでは作ってないっていうので、うんうん、あと求めてるのはその基本的に弾く人に向けて作ってるので、はいはいはい、高級材だとかそういうのはまあ正直あんまり気にしてないの で、うん、で配線もごく普通のやつで使うし、でこのピックアップの配線はちょっと長めに作られるので、そのここの線は当然ピックアップの線で、ここの線もこのピックアップの線を
余った分を使ってうまくやってなるべくその素直に通るようにしてるし、はいはい、でまあ、そういうことによって多少ちょっとのもんだけどコストも抑えられるってわざわざ用意しなくても残りでこう作れるので細かいけどもそういうところでちょっとコストを抑えつつ考えてて、うん、でこの辺のモデルは正直、まあ、楽器初心者っていうよりは、まあ、若い人向けにあんまりこう高いお金をかけなくても気持ちよく弾けるなんか楽しい楽器弾いてて楽しいなって思える楽器をまあ作っていこうかなっていうところで、はいはい、価格帯も抑えつつで見た目もちょっとポップなというか高級感はなるべく出さないような感じのちょいダサだけどなんか持ってて楽しいというか可愛いというか、うん、なんかそういう感じの個性を維持しながら、うん、でまあプレイヤーにだから弾いてもらえるとかですね。そうですね。これはもう本当に飾るものを作ってるわけじゃないんで、うん、まあこういうレリック加工にしてるのも気兼ねなく、ああなるほど、もうポンってぶつけてもまあ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 って気にせず、うん、ガンガン弾いてもらってプラスもうちょっとこうどんどんより弾いていけばリアルな傷になっていくんでより育ててもらって本当にこういい感じのレリックに仕上げてもらえればという感じで、うんうん、まあ中途半端なレリックにはなってるって感じですかね。そんなに派手にはしないので、はい、あとはもう持った人に育ててほしいという感じですよね。そうそうそう、なるほど。だからまあ若い層にもいいギターを触ってほしいっていう部分があると思うんですけど、まあそういう部分ではそのコストカットっていうのは結構されてたと思うんですけど、これどういうところでこうなんか詰めたみたいな。まあこれやる前に、まあ、工場で結構シミとかちょっとしたことで製品にならないネックとかボディがあって、はいはい、だから最終的にまあなんだかんだ使ったりするけども結局使えないものって結局もう焼却されてしまうので、はいはいはい、ちょっとそれ聞いて、まあ、もったいないなというのがあって僕の周りの工場の人にまあそういう話をいろいろ聞いたのでうちの方でそういうシミがあるとかちょっとした NG、まあ、いわゆる高級楽器には NG とされてる木目がいまいちとかそういうのをうちで引き取って、うん、まあ工場もまあ本当に二束三文で出してもらって、はいはいはい、まあ、お金払ってするよりは、まあ、1円でもいいかお金になればっていう形で、うん、もうもったいないしということで始めたそのエコシリーズ RR があって、はい、そういうのでもういろいろ培ってそのどこをこう抑えればコストが下げられるかっていうのを考えていった時に、まあ、そういういろいろ分かってきて、あ、なるほど、エコ RR シリーズを通して培ってきたのを、うん、それでまあ一応どうやれば安く済ませられるのかっていうところでまあ培ったものがあってでよりももっと若い人にも使ってもらいたいっていうのがあってで、まあ、こういうのをちょっと考えて進めていったっていう感じで、その中であの綺麗に作るとやっぱ高くなるんで、うん、このレリックにしてるっていうのはコストを抑える上で正直細かいこと気にしなくて済むので、なるほどな、綺麗に面を仕上げるという方にコストを割かないであえてレリックにすることでむしろ抑えられてる、塗膜も薄くできるし、はい、なるほど、綺麗に作ると塗膜も下地もちゃんと作ってクリアも乗っけているも綺麗にやって、うん、これとか入んないように神経使わなきゃいけない、はいはい、当然仕上げる時もペーパーでマフ当てて綺麗にツヤを出すっていう工程が必要なんだけど、はいはい、これの場合は塗装も薄くで済むし、うんうんうん、多少まあちょっとホコリが入っちゃいました、ゴミが入っちゃいました、まあ変な話ちょっと垂れちゃいましたとかってなってもそこを傷でごまかせるし、はいはいはい、で塗膜の量が薄くなれば、ね、原材料が減るからいいし、うん、こういう綺麗にマフ当ててツヤ出すっていう手間が一気になくなるし、はいはい、っていういろんなものがなくなると実際問題その、ね、世の中的にはなんかレリックが高くなってるかもしれないけど、そうですね、フェンダーとかめちゃめちゃ値段上がりますからね、それはまあうちらからすると、うん、逆になんでだろうってこれでいいんだったらもう安くていいですって安く済みますっていうことでこういうレリック塗装になってるっていう、うん、むしろこのレリックでコストを抑えられてるっていうのがポイントですね。ですあとは例えばここにある、はい、あ、この作り途中の、うん、このガードは普通表から見れば白黒白ですけど裏はこうなってるこれすごいですね、うん、柄が世界的にはいろんな柄があるので、はいはい、いろいろ買ってるんだけど、まあ、なかなかこういうのは日本人には受けないので余っていく一方だはい、はい、だからそうなったら、あ、じゃあ裏返しにすればなるほど、でこれのもコスト削減が一つであって、はい、まあ、材料を火が抑えられて、うん、そうですね、白黒白をわざわざ買わなくてもひっくり返せばあるので、うん、でこれも当然裏面なので綺麗ではないだけどレリックにするから別にどうせ汚すし、あ、なるほど、だから別にそういうものを使っても全然問題ないので、じゃあレリックでそういう部分もカバーできるという、そうですね、うん、これはベースですか、もしかしてこっちはベースですね、おお、ベースもじゃあこのモデルが出るという、そうですね、このね作成途中のボディなんかもあって、じゃあもうモデルはこれからいくつも、まあ
出てきて、こういう状況なので、まあ、コロナ禍の中でお金がなかなかっていう人も多いと思うので、その中で、まあ、なるべく手が出しやすいので、はいはい、まあ、一応オールラッカー でボディ材とかもちゃんと、まあ、基本的にはセンター2ピーで作ってて、うん、素材もそんなに NG の素材ではないので、はいはい、言うならばちょっとこれなんかもうそんなに綺麗な材ではない、ちょっと、まあ、例えば30万40万するようなところではちょっと使えないっていう、はいはい、見た目は分かんないと思うけどね。これ見てこれが NG かと言われても、うん、なんか NG 箇所っていうポイントは分かんない、うん、単純にこっちがアッシュ、ライトアッシュ、まあまあ一般的な永久剤というか、でこっち見るとほんのちょっとくすんでるというか、あー色味が、うん、はいはいはい、やっぱりこれで塗装すると例えばナチュラルとか、まあ、サンバーストで黄色服とかになると、はい、ちょっとなんていうのかな、こうくすんでるっていうのかな、あー下地の色に影響されちゃうんですね。そうそうそう、シスルこれは均等に、まあ、白っぽいというか、はいはい、いいんだけどちょっとこう、まあ、暗い色ですよ ねなんかちょっとでこれで結構やっぱり NG とされてしまうの でこういうのだと何の影響がないけど音にとかで、まあ、当然これ潰しにしたら分かんないし、うん、これがまあ30、40とかね、例えば東京の工房で作るとこのぐらいいっちゃうものがに対してはちょっとこれが弾かれちゃうの で、はいはい、でそういうのでうちでもまあ弾かれてちょっとこう行き先があんまりないというか、すぐには決まってなくて、でもコストを抑えるものであればうちはそれでいいよって形にして、うんうん、ちょっとでも安く済ませられれば、本当にここに節があってどうのこうだ、そういう本当にダメなやつもあるけども、まあ、例えば横目にちょっと節があるとか、細かいこと言ってこれも節っちゃ節なので、こういう、あ小さいのあります、うん、例えばこれをじゃあナチュラルで作りますって言ったら嫌がるとこもあるね、こういう工場の工房とか工場とかでも、そういうのも別にうちは全然気にしないので、それよりも大事なのはどう作ってどう組むかだから木目で音は変わらないので、はい、と思っているので、だからまあなるべくそういうところでもコストが下げられるというか、ネックもこれ作りかけのまあいろいろやってるけど、これが一応ジュニア用の、これも作成途中の、まあこういう形になる前のものですよね。まあまあ最初はこうやって大体の大きさで切り出して、でこうやって作ったジグを貼って、でこうまあさっき言ったピンルーターでこう形をこう抜いていくと、この時にちょっとだけ大きく作るっていう一回りぐらいで、その後にこうロッドの溝を掘って、まあ、こう開ける材を開けてひっくり返して、今度はこう、まあ、これもある程度刃物を使って面取りしていくっていうものですね。こういう刃物で面取っていくと、これも何パターンかこうやって一個でこうやるんじゃなくて、初めこれある程度いったら今度次はこれで奥まで入れるとか、何パターンかに分けてどん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 こう加工していくって、だからこういう段差があるのも一発で抜いてるんじゃなくて、回数重ねて、あと刃物のちょっと形が違うので何回か通してこういう風にやっていくっていう感じですね。地道にやってますだからもう手間はもうがっつりかかってますよね。そうそう、基本的にこういう手間はもうしょうがないんだけども、はい、先ほど塗装の厚さを変える、うん、ね、手間を変えるとか、変な話もうこういう一つのパーツでも入手ルートをこういうのまあ持て余してるところとかあって、いやもう一台一手間いくらでいいよとか、そういうのがあったらその買って、はいはい、っていうのをいろいろやってるので、まあ、ちょっとでも安く、はい、でこのじゃあ T さんのこのニューモデル、これズバリお値段って今回、まあ、なるべくね若い人にって思ってたんで、はいはい、絶対20万は行きたくないなっていうところで、はいはい、税込みで19万8千に行こうかなっていう、ね、税込み19万8千、うん、20切りました、すごい、まあ、でもケースはつかないですけどねっていう、ケースつかないケースはもしませんじゃあケースはあの停止書きの方で、そうですね、はい、ケースも好きなやつを使ってもらって、まあ一応ねオールラッカーで一応こういうところ作って、まあ、そうですよね、値段で抑えてはいるので、うん、いかがでしょうかみたいな若い方の、ね、この作り込みで、ね、ラッカーでっていうので、ね、でまあパーツもちゃんとね吟味して選んでっていう部分で、20万切りましたのでこれ大注目ですね。でですね、今回なんとニューモデルに続いてエコ RRR シリーズの新作があるということで、こちらテレキャスタータイプです ね、 そうですね、たまたまですけどこれは全部魔法ボディっていうところですね。あ魔法、なるほど、面白い、まあ、これもエコなんで、あの何が来るか分かんないんで、はいはい、そうですよね、もう一本一本ねいろんなスペックになりますからね。今回はちょっと魔法だったので、まあ、はいはい、呼び名としてはシーズン1、2、3とあって、一応これは魔法ボディでやってるのでシーズン3というカテゴリーになります。なるほど、はい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 、シーズン1がまあちょっとお休みに出すフェンダーコピーで、うん、シーズン2っていうのは後藤のレリックパーツとかフェンダーのカスタムショップのピックアップとか使ってちょっとグレード高いやつ
にして、はい、フリーはちょっとドフェンダーではない感じでいこうかなっていうところでやってるってことですね。なるほど。まあ見ての通りこれもちょっとレスポール、まあ、ギブソンの色をちょっと足してるんで、うん、そうですね。普通のバタースコッチブロンドかと思いきや結構黄色いっていう、まさに TB イエローっていうところを、はいはいはい、まあちょっと持ってきて、でまあ艶消し黒で、これはまたテレキャス成分がフェンダー成分が多くて、はいはい、こっちに来るともうちょっとギブソン成分を増やして、そうですね、フロントハムになって、でこのあコントロール面白いですね、トグルにノブまで、なるほど、ちょっとじゃあギブソンチックなところが、はい、しましたって感じですね、はいはい、でもこれもピックアップはつけて合わせていってって感じなので、結局こっちは42のフォーム側のピックアップですね。こっちはプレーンエナメルかな、それでこっちのハムもプレーンエナメルのワイヤーで巻いて作ってもらったやつですね。でちょっとこっちはアルニコ2のマグネットにしてちょっと出力は落とす感じにはしてあるっていうことですね。あとはまあエコなのでどんなものが来るか分かんなかったやつ、はいはい、こっちはマホ 2P で、はいはい、こっちはマホ 1P、あ、そっちワンピースなんですね、はい、マホワンピのボディってもう今時なかなか、うん、まあねないっていうか、あまりまあ頼むとこもないのかもしれないですけど、たまたまなんか作った時に、確かここの寸法をちょっとその言われてた寸法と違った寸法になっちゃったみたいな感じでこう書いてあったんで、あ、それで弾かれてるって木材自体は全く悪いものじゃないですか、うん、そんなことはないので、はいはい、まあ、まあ、その求められたものがオーダー通りにできなかったっていう場合も当然 NG となってしまうので、はいはい、まあ、いかんせんこれも 1P なので、 1P はちょっとなかなか軽い材がないのでちょっと重めにはなっちゃいますけど、とはいえエコなのでそれで値段は変わんないですだからまあまあそういうのを気にする人はちょっと 1P の方がいいなと思えば、そうですよね、 1P なかなか欲しいと思ってもね安く手に入れないんで、これがじゃあエコ RRR シリーズ新作ですね。こちらもビビッと来た方いるかもしれないですけど、ぜひ手に取っていただきたいですね。これじゃあ今回のエコーのこのテレキャスタータイプ、金額は、金額はそうです、もうなんかこう並んでいる通り基本的に同じで、まあ、税込みで198,000円という感じで、まあ、当然これもまたケースはつかないですけど、はいはい、まあ一応こんな感じで、まあ、手に取りやすい、なるべく工場も TS ファクトリーも限界までこう削るのとか削ってるので、はいはい、なるべくまあまあいい感じで20万切りますので、はい、ぜひぜひお試しください。でも今回この TS ファクトリーのニューモデルと、あとまあエコ RRR シリーズの続編ですね、新しいもの、これも TC 楽器で取り扱いをいたします、販売しますので、これはもうぜひお楽しみいただきたいところですね。でこれに続いて、TS ファクトリーさんのブランドの方の他のモデルのセールがあるという、そうね、ちょっと前に作ったやつとか、はい、まあ、試作でとか、あ、プロトタイプみたいな、そうですね、あとは、はいはい、ちょっとまあやっぱり店頭に置いてると傷がどうしても入っちゃうんで、はいはい、ちょっと傷でとかいう感じで、あ、 B 級特化品みたいな形で、うん、そうですね、はいはい、そういうのがあるので、まあそれもまあできればまあ若い人にちょっと触ってもらいたいなっていうところで、まあ値段をかなり落としてっていう感じですね、という感じで、他のモデルもですね、 TS ファクトリーのオリジナルギター、あとベースもですね、多数特化でお取り扱いいたしますので、ぜひチェックしていただければと思います。というわけで今回はすいません、お邪魔しました、ありがとうございました、ぜひ皆さんチェックしてみてください。というわけでありがとうございました、ありがとうございました、ありがとうございます。TC 楽器は新大久保駅徒歩0分、見てください、目の前です。